対してのエリートですね、こちらがボーカル、ボーカルとしてぜひボーカルパフォーマー、ボーカルプロデューサー、ぜひ20ですね、はい、こちらは、ボーカリストはあまり馴染みがないと思いますが、エフェクター、マルチエフェクターなんですね、しかもこれ、つまみ1個で本体の中に内蔵されている30種類のパッチを選んでいくだけで、かなり自分の合体が上手くなってしまうように聞こえると思いますね、しかも、いう感じですね。本体の中にはまず、カテゴリーで選んでいただけるようなスタンダードのタイプですね、ハードロック、ポップ、バラード、オールディスなんていうふうに音楽ジャンルが書かれています。ここに使われているのはディレイとかリバーブとかそういったものですね、ここを選んでいただくだけで非常に美しい歌声で歌っていただくことができます。さらにこれは、ディレイ、リバーブだけじゃなくて他にもエフェクトが入っています。ダブルというエフェクトですね、ダブル、これは、ボーカリストが2人一緒に歌っているような、ご自分が2人歌っているようなそんな風なエフェクト、2人で同時に歌うんですね。レコーディングの中ではよくありますよね、はい、それはこれ一体でできる、またはハーモニーという機能ですね、はい、これはご自分が3度とか5度とか6度とかそういったのがハーモニーでですね、どんどんハモっていけるというものですね。でさらには、いわゆる定番の SFX ですね、ディストーションとかラジオボイス、ストラゴンコーラスなんていうピッチコレクター、クロマチック、ロボットなんていう、はい、まあ聴いてすぐ分かるようなエフェクターも中に入ってますね、はいはい。面白いのはこのクロマチックってピッチコレクトってやつですね、これがまあレコーディングとかではわりかし使われているものかと思いますけども、リアルタイムでご自分の歌声のピッチを修正できるというそういったもの、これかけっぱなしでも非常にいいかなと思うんですが、これをさらに派生させることによってこうケロケロケロって声が言う、要するにパフュームのようなですね、声にこれを使うだけで簡単になってしまうという非常に面白いもの、はい、ということになります。こちらのペダルがオンオフ、エフェクトのオフですね。こちらには基本的にハーモニーのアサインがされておりますので、踏むだけでハーモニーがどんどんついていくということです。でハーモニーに必要なものというのはおそらくそのキーの設定というのになると思うんですが、本体にはキーの設定する画面が出てきます。これはプリセットですけども、キーは C に設定してありまして、画面を回すだけで様々なキーに対応させて、きっちりとハモってもらうことができます。一周具合なんですね。はい、さらに本体には、フレーズループの機能なんかも入っています。はい、それで40秒ぐらいハーモニーがあるので、フレーズループがあるんですが、エフェクトを変えながら、どん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 声を重ねていくことによってボーカリストの方にもパフォーマンスを楽しんでいただこうというそういった内容になっています、操作も非常に簡単、2秒間押すだけで、はい、これで、フレーズループのモードに入りました。ペダルを踏むとレコーディング開始、もう一回踏むとループが開始します。さらに押すとオーバーダビングが開始されます。そんな VE20 ですね、はい。